皆さんこんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるカイザーでーす。はい、今日はね、なんでしょうね、食玩ではないですね。書店に売っていた面白いね、玩具が売っていたので、そちらの、開封レビューになります。何かというとこちらになります。なんかね、ストレッチーズっていうね、なんかミュータントですね。これね、別の動画でね、恐竜であったり、海洋生物であったりって、なんかいろんなものが出てたんですけど、またね、ディアゴスティーニジャパンさんが、こちらね、出してまして、なんかね、全16種類かな ?16 種類の、ストレッチーズっていうね、なんかミュータントの名前になってるらしいんですけど、こういったね、キャラクターが入ってますと、言ったものになってます。で、大きさがね、この大きさになってます。で、表面から触るとなんかこうブニ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 してるんですね。で、なんでかっていうと、ここにね、ちっちゃい子がね、伸びるって感じでやっているんでね、ちょっとこちらをね、開封してみていければなと思っております。はい、それではね、開封してみていきたいと思いますが、もう一回ね、今回ね、ミュータントですね。コンセプトとしてはミュータントで、ストレッチーズというものになります。で、伸びると書いてありますね。ね、対象年齢は4歳以上って感じですね。で、全部でね、16種類入っておりますという形になります。まあ、こんな感じですね。じゃあ、早速開封していきましょう。で、すでにね、封の方は開けてあります。で、今回は、2つだけ買ってきました。金額はね、こちらね、価格、499円 10% 税込みって書いてありますね。金額はまあ500円前後といった形になってます。はい、じゃあ開けたいと思います。いっぺんに2つ開けちゃいましょう。はい、1つがね、こちら。あとね、これ前回のね、似たようなやつでもそうだったんですけど、ブックレートが入ってますね。ちょまあ、ブックレートというか冊子ですかね。で、もう一個も開けちゃいまーす。はい。はい、こちらこれですね。はい、こちらになります。こちら2つになります。大きさはね、私のこの手のサイズぐらいですね。ちょうどここに目の前にね、物差しが置いてあったんでね、測ってみますか。はい。こんな感じでね、だいたいね、16センチぐらいですね。こちらもね、まあ、キャラクターの大きさによるんですけどね、だいたい15センチですね、こちらは。だから、だいたいね、15センチ前後ってのものが入ってるんですかね。まあ、ただね、なんかガタイのいいやつとかなんかね、ちっちゃいね、ものとか、なんかちっちゃそうなものとかも入ってるんでね、多分ね、キャラクターによって大きさ違うと思いますけど、まあ、大体15センチ前後って感じですね。はい。でね、一つがね、今回私はなんか鳥タイプで、一つがね、虎ですね。まあ、できればね、こちらね、ライオンが欲しかったんですけど、これが主人公の扱いですかね。一応私の鳥はね、ここにいますね。こいつはね、ちょっといないんですね。ただ裏に書いてみるとね、ここにいますね。あと鳥もね、鳥はなんかね、本当は光るタイプがあるみたいですね。これ暗闇で光るかもしれないですね。うん、なんかね、蛍光かもしれないですね。はい。でね、冊子はちゃんとこんな感じでね、こうですかね。鳥とね、ライオンが、虎ですかね。これ7番と9番って感じでね、番号が振ってありますね。はい、ストロングタイガーっていうキャラクターみたいですね。ちゃんとね、キャラクターのね、なんか特徴が書いてあります。で、ライバルはね、キングエレファントという感じでね、ちゃんとなんか、ストーリーのね、設定がされてますね。で、こんな感じでね、ワンシーンですけどね、なんか戦闘を対峙してるね、なんかお互いにこうなんか言葉を投げかけ合っている、シーンがね、冊子になってます。で、最後に、全16種類が載っておりますね。一応ね、今回こんな感じでね、レテンがもう振ってくれてますね。
私の1個はストロングタイガーという形になってます。主人公っぽいのはこれですかね。やっぱキングライオンって書いてありますね。キングライオン、これがなんか主人公っぽいですね。なんかね、ファッと見た感じこっちは悪者でこっちがいいもんなのかなと思ったんですけど、そういうわけでもないですね。結構なんかこういうね、アメリカチックなね、アメリカンコミックっぽいものはね、やっぱりね、正義と悪みたいな形であるんですけど、そういうわけではないんですかね。まあ、ミュータントなんでね、あんまり変なキャラ設定するとね、あるやつにね似てきちゃうんでね。はい、でこれが1個ストロングタイガーですね。で1個がねこちら、ウィングイーグルも、こんな感じでねキャラクターがちゃんと乗ってますね。こっちはねデンジャーシャークがライバルって書いてありますね。でやっぱりこれもね戦ってるシーンがありますね。なんかこれまた違いますね。ライバルとは違うやつが戦ってますね。そうするとですね、さっきのサメが、ライバルですと、あと戦ってたのがこのダークウルフ で今回私が当たったのがこのウィングイーグルなんでね、やっぱりねなんかね、あのさっきのこのストロングタイガーがね、こっち側のね、あれゾウはでもこっちにいるのかな。まあ、そんな感じで、ね、あこっちにいますねゾウが。ってことはなんかこのキャラとこのキャラがあのライバルみたいな形で対戦してるっぽいですね。はい、もうちょっと近くしますか。まあ、こんな感じになってます。ウィングイーグルって書いてありますね。暗闇で光るって書いてありますね。ってことはやっぱりこれ暗闇で光るやつですね。暗闇で光るって書いてあります。もう一個光るやつはブリザードベアみたいですね。はい、でね、やっぱりミュータントという感じでね、こんな感じで手とね足がビョーンと伸びます。まあ、顔も伸びますね。はい、体はね伸びなくて、なんでかというとね、こことわかりますかね、あのお手玉みたいなね、なんかここになんかねブツブツのねなんかが入ってますね。これだからこうやって押すとねこんなになっちゃったり、引っ張るとねこんななったり、なんかねここ胴体はねなんかここにザラザラしたものが入ってますね。それ以外のね手とか足は何も入っ、あ手とか足も入ってますね。なんかここも入ってました、足の先まで入ってました、このなんかザラザラブツブツしたものが。で伸びますね。はい、まあ多分ね切れないとは思うんですけど、これ手とか伸ばしてね切れたら怖いですね。この中からなんかねザラザラしたもんがなんか出てきそうな気がして怖いんですけど、まあそれはねディアゴスティーニさんがね作ってる商品なんで、まあ、万全のねあの商品だと思いますんでね、その辺はね、まあ注意してねお子さんに渡してあげればと思います。ただねやっぱちっちゃいお子さんね、これ4歳以上って書いたんですけど、あの多分4歳ぐらいだと大丈夫だと思うんですけど、やっぱり手とか足とかねこれ柔らかいのでグミみたいな柔らかさなんで、ちょっとね歯が生え揃ってるねあのお子さんだとね噛み切っちゃう恐れがあって、噛み切っちゃうとね中のこのなんかわけわかんないあのザラザラしてるものをね口にしちゃったりすると危ないので、まだねあのちっちゃいお子さんで噛み癖があったりね、あの哺乳瓶とかのねああいう噛み癖があったり、なんかねまだ口に物を持っていくようなお子さんには渡さない方がいいかもしれないです。こいつ自身もなんかねサラサラしたこう素材なんですね。まあ大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとその辺は気をつけてあげてください。これもね、基本的にはね、はい、顔からね手足先までね、なんかダリジャイジャイジャイしたものが入ってますね。これもね同じようにね手足がこう伸びる感じですね。はい、これもね伸びる感じです。まあ、これがね何でしょうね、あのフィギュアとかだったらねあのいいんですけどね、ちょっとやっぱりこれねあのこういったところね足のね先っちょとかねこれ噛んだら多分ねちっちゃいお子さんがねまだ口に物をするちっちゃいお子さんがちょっとあの噛んじゃうとね取れちゃうかもしれないですね。そうするとこれ食べちゃう可能性があるんで、グミだと思ってねちょっとその辺は気をつけてください。
はい、以上になります。今日はこんな感じでね、はい、こちら、ストレッチーズミュータント、ディアゴスティーニジャパンさんが、出しているこちらのね玩具を買ってきましたという、紹介レビューになります。はい、まあ、こんな感じでね、これどんなおもちゃなんだろうって感じで、まあ、あのちっちゃいお子さんだけじゃなくてね、私の動画、あの親御さんもね、あの見ていただいて、これね実際になんか書店で見つけたんだけど、あのちっちゃい子にね、あの渡しても大丈夫かしらっていう心配がある親御さんは、私の動画とかね、こういうのをあの開封レビューしてるんでね、参考にしていただければなと思っております。はい、以上となります。はい、この動画良ければグッドボタンよろしくお願いします。またこんな感じでね、なんかね街で見かけたものを私の方で開封レビューしてね、まあ、こんな感じですよっていうのをやってますんでね、参考動画にしていただければなと思っております。なのでチャンネル登録をして、継続してみていただければなと思っております。はい、以上となります。今日はこちら、デアゴスティーニジャパンさんの、ストレッチーズミュータントを、開封デビューしました。はい、以上となります。てるてる百貨店、てるカイザーでした。バイバーイ。